どうもこんばんは、あおさんの休日のあおさんです。前回動画でアクアリウムショップの方に教えていただいた通りにメダカの導入を行いましたが、まだ1匹も黒メダカは落ちていません。本当すごいです。ただ私自身がかなり敏感になってしまっているので、個人的予断を許さない状況なのに変わりはありません。今回は前回アクアリウムショップの方に撮影をお願いしたところ許可をいただきましたので、アクアリウムショップの店内と新たに購入してきたメダカを発泡スチロールでビオトープに導入していく動画をお届けします。ぜひ最後までご視聴ください。
白メダカが1匹だけ落ちてしまいましたが、現在19匹生存を確認しています。台風も乗り切り、ひとまずはほっとしています。今回ビオトープに導入するメダカの数は最終30匹です。30匹導入まではおそらく問題なく生きるとは思うんですけど、今後の問題として越冬が出てきました。去年の秋頃に立ち上げたビオトープなんですけど、去年の冬にはメダカを導入していませんでした。その時に南はたくさん中にいたので、南はおそらくこのまま無事に越冬することはできると思います。発泡スチロールでビオトープの高さは23センチあります。高さ的には問題ないとは思うんですけど、枯葉とか入れた方がいいんでしょうか。越冬を何回も経験している猛者の方、ぜひコメントの方お待ちしております。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらの動画はシリーズものとなっておりますので、続きの動画が気になる方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。青さんの休日でした。ご視聴ありがとうございました。